平塚先生、入るときはノックをお願いしたはずですが。ノックをしても君は返事をした試しがないじゃないか。それで、そのぬぼーっとした人は？え？俺は、この少女を知っている。その中で異彩を放っているのが、雪の下雪の、学内誰もが知る有名人だ。彼は入部希望者だ。2年 F 組引きがや8番です。おい、入部ってなんだよ。君には、舐め腐ったレポートの罰としてここでの部活動を命じる。というわけで見ればわかると思うが、彼はこの腐った目と同様、根性も腐ってる。これが私の依頼だ。お断りします。そこの男の下心に満ちた下びた目を見ていると身の危険を感じます。安心したまえ。この男のリスクリターンの計算と自己保身に関してだけは、なかなかのものだ。刑事罰に問われるような真似だけは決してしない。怖くと。なるほど。聞いてない上に納得しちゃったしよ。断じて見ていない。そんなつつましやかな胸など。いや、本当だよ。受けたまわりました。そうか。なあ、頼んだぞ、雪の下。なあ。ガルー。キャン。